すする TV。 ずるずる、どうもすするです。はい、というわけでたまにやっている家でラーメンをすすろうのコーナーです。今回やってみようと思っているのは、ネットで調べちょっと気になっていた蒙古タンメン中本のカップラーメンを使った蒙古カルボナーラなる商品ですね。中本さんのカップ麺は僕も好きでたまに食べたりするんですけど、まあ、いろんなアレンジメニューがあって、僕も前に一回アレンジメニューやったことがあるんですけど、このカルボナーラちょっとまさか発想の結構斜め上だったんで、どんな味になるのかちょっと全く想像がつかないんですけど、早速作ってみましょう。レッツゴー。材料はもう超単純。中本のカップ麺におろしニンニク、これはまあ自分でおろした方がいいと思います、個人的には。と、最後に割りおろす用の生卵ですね。と、こちらのミックスチーズも最後に上にかけるようですと。はい、だけど3分ほど経ったので、こちらをフライパンで煮ていくんですけど、若干スープを薄めにした方がいいらしいんで、ちょっとスープ捨てて薄めます。はい、じゃあ薄めるのが完了したんで、こちらの辛味オイルを入れていきます。まあ、今回はカルボナーラということで、ちょっとオリーブオイルを使っていきましょう。で、ここにこれを投入しちゃうんですって。マジ？いきます。あーマジか。で、ここにニンニクも入れていくと。で、これで汁がなくなるまで煮詰めるらしい。で、ここにチーズも乗っけていきますと。わ、これめっちゃうまそうな匂いしてんだけど。ニンニクの匂いすごいな、いいな。はい、いっちゃいましょう。はい、ちょっと個人的に入れたらうまいんじゃないかと思ってた牛乳を入れてみます。軽く入れてみます。どう？こんぐらいでいく？量はマジ適当っす。はい、はい、というわけで、じゃあいい具合に煮詰まったんで、こちらをお皿に開けていきますと。うわお、なんかすげえな、すげえのできたな。カルボナーラっていうよりはもう見た目的にはもうナポリタンですけどね、色的にも。で、最後に上に卵黄を乗っけて完成と。いただきましょう。はい、というわけで完成しました。こちらが題して蒙古カルボナーラですね。煮詰めてる時がかなりいい匂いはしてたんで、もうニンニクとチーズと、やっぱ中本のスープはかなりクオリティが高いんで、どういう化学反応が起きてるのか早速いただきます。まずはね、こちらの卵黄を崩していって絡ませますと。うわやばい、これすごいな、なかなかジャンクそう。それでは早速いただいてみます。うまっ。うわっ、やっぱチーズ入れたからかなり濃厚っすね。うん、うわっ、これうめえなんか夜食とかにちょうどいい感じありますね。この深夜に食べた時すげえうまいと思う、これは。うわっ、これすごい。チーズの濃厚さがやっぱニンニクですね。結構これちゃんと効いてて、ジャンク感もありつつ、チーズとか牛乳とかでマイルドになったこの辛さがね、また後から効いてきてすげえうまいっす。うわっ、材料も比較的簡単で、実家とかに住んでる方だったらすぐ作れるんじゃないですかね、これは。うん、はい、というわけで恒例の友達にも食べさせようのコーナーですけど、すすっていいのこれ。いっちゃってください。うん、チーズ、チーズやばいね。うん、うん、あ、めっちゃうまいじゃん。うまいよね。うん、うん、うわ、めっちゃうまいじゃん。うまい、うまい。スープをちょっと薄めたのはやっぱ正解だったかもしれないです。結構しょっぱめになっちゃうんじゃないかな、これそのままで作ると。で、さらにそのチーズの塩分も出てくるんで、やっぱ若干薄めにスープは作った方がいいんじゃないかと思います。うん、うまっ。こうそれ。はい、というわけで今回は中本さんのカルボナーラ風ランジをやってみたんですけど、個人的にはかなりのヒットだったんじゃないかなと思いますね。やっぱり中本さんのカップ麺は元々のポテンシャルが高いっていうのもあって、アレンジもやっぱ大体成功しますね。うん、うま辛なスープとやっぱチーズが絡むことによってコクもかなり強くなって、それをこう麺に絡めて食べるとね、もうこれ結構唯一無二な濃厚さもありつつうまさもあるっていう、すごいこう上出来なカップ麺アレンジでしたね。ちょっとこう個人的にミスったなっていうところを挙げるとすれば、お湯入れて多分3分も待たなくていいんじゃないかなと思うんですよね。結構麺が柔らかくなっちゃうので、もうカップ麺の中で麺がほぐれたらそのまま煮るくらいの感じやった方が美味しくなるかもしれないですね。うん、いや、もう今回のアレンジはかなり大成功だったんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんおすすめのカップ麺アレンジメニューなんかがあれば、コメント欄などにぜひコメントしていただければと思います。それではまた次回のおうちラーメンでお会いしましょう。またお会いしましょう。